こんにちは、はじめ社長です。やってまいりました。コスプレコーナー。というわけで今回のコスプレ、こちら。よいしょ。今回割としっかり多めになっておりますね。では早速上げていきましょう。じゃあこれから行こうか。今回はすごいっすよ。人型ではありません。ちょっと俺も実物見るの初めてなんでちょっと怖いんですけど、上げていきます。うわっ、汚っ。なんかめっちゃ手が黄色くなったんですけど、汚っ。うわ、これだけで何か分かる人いるんかな。まず、うわー、分かるかな。これ多分尻尾だと思うんですけど、分かる人はもうね、これで分かると思う。尻尾です。んで、いやー、これどうなんだろうな。あの、なんか背中っぽいな。これでも多分分かる人は分かるんですよ。これ背中のパーツです、多分。うわー、うわ、すごい。足でさ、足。おで、すごいな、爪とか。で、同じく足。で、もう一個足。で、これは？え、何これ、こんなパーツあったっけ？あ、なんか体の鱗みたいな部分ね。なんとなくわかります。これなんかズボンだな、履くやつだ。これ、なんだろう。もう俺もわからん。でもこれ多分尻尾じゃないな、なんか腕か何かな気がしてきました、これ。うわぁ、これが多分胴体だな。あ、胴体だ、胴体。うわギザギザがすごい。これが間違いなく胴体ですね。もう分かるでしょ皆さん、これ。はい、モンスターです。いや、もうハンターの皆さんだったらもうこの時点で気づいたでしょう。そしてこれが顔面ですね。うわ、クオリティ結構高いよ。これ多分電池入れるとかある。あっち、あっち。今日絶対、今日コスプレする日じゃないよね。今日来ます。電池入れれそうなんで入れてみます。電池入れまして、もう電池入れれるっていうコスプレがすごいよね。今回のコスプレはモンスターハンターよりナイロー竜ジンオーガのコスプレやっていきたいと思います。ずっとここ最近二足歩行、その人型のコスプレばっかりだったんで、ここはバシッともう四足歩行。なんかハンターのコスプレとかだったら結構あったんですけども、そのモンスター自体のコスプレが全然なくて震えたね、見た時は。暑いね今日は。待って待って、本当に熱いんですけど、これ大丈夫かな。ちょっと待って、ちょっと待って。やばいんですけど、書き方。ドラゴン、着ぐるみ、ファースーツ、獣モンスター、ケモフレ、コスプレ、ケモフレではないわな。はい、こちらですね。こちらの陣容がお値段の方、522,900円でございます。50万です。なんでこんな高いかっていうと、多分完全受注だからかな。もう多分オーダーメイドで作ってもらったんで、僕の体に合わせて、相当高くなったんだと思います。暑さが心配。このなんか炎天下の中コスプレする危険性結構あると思います。着ていきましょう。これはさすがに確定でしょ。これは確定。はいはいはい、いいね。こっちだ。へへへ、無理。タラッチー。すいません、多分これ案の定一人では着れないです。手伝ってもらいながら着ましょう。これで間違いなく被してもらって、はい。これ俺熱中症だな。え、本当にこれ多分結構首の可動域ほぼないけど、だ陣容がでもこんなもんかな。えぐいんだけど。ああ、なるほどね。はいはいはい。あ、オッケー、なんとなく分かった。こうね。あ、いい、来てる。熱中症確定。見て、もだって汗が、え、すごくない？汗めっちゃやばい。サウナ、この炎天下の中四つん這いになって人の玄関の前で待つか。陣容が大変だな。陣容が大変なんだな。これで殺されるんでしょ毎回。はい、やってらんねえよ。じゃあ次、背中をお願いします。はいはい、着いた。着きました。え、かっこいい。はい、あとは顔だ。顔をつけてくれ。じゃあつけますよ。お願いします。なんか引っかかってる。そもそも顔出さないやつなのかな、これ。あ、この下あります。引っ込んでみていいよ。はい、引っ込めない。これ多分顔出さない方向だな。はい、これで俺がこうしてお願いします。はい、装着。どう？陣容が、陣容完成です。え、完璧？はい、陣容が。いや、これでもしんどいぞ、なかなか。持って5分だ。高温多湿の中、
コスプレ着ることによる熱中症のリスク、全身から吹き出る汗、すべてのコスプレイヤーに注意喚起。さて皆さん、今からなんですけど、この人形画が玄関の前にいたら人はどういう反応するのか、早速見ていきたいと思います。では早速ターゲットの位置に行こう。どうぞ、すいません。すいません。